徳川里高昭和16年2月18日は、明治期から昭和にかけての宮中官僚、政治家。一回、君党、爵位は、正二位、君一党伯爵。田安徳川や第九代当主。田安や第五天八代当主の徳川義頼の四、男。陽名は君之助。後に、徳川宗家を継承した兄の徳川家里から、返記を与えられ。 里高と名乗る。兄、イエス里が徳川宗家を継承したこともあり、明治2年4月5日、たや家の直気投資候補として、着手となる。明治9年11月13日、父、吉しよりの死去により、家督を相続する。同年11月28日、元服する。明治17年7月7日、白尺となる。明治二十年三月、徳川義信の,の長女、 京子が腰入れする。明治22年、ヨーロッパ視察を行う。明治30年7月、貴族院議員となり、大正3年6月6日に辞職する。自重次長となり、皇后宮大部事務取扱いを大正4年3月23日から、大正5年6月22日まで兼務した。大正11年3月22日、大正天皇の自重長に就任し、 昭和2年3月3日に退任した。その他、学習院評議員日本行動会長を務める。15銀行の倒産や、家父の不正などで、経済的に逼迫したため、昭和15年、芝区三田綱町の邸宅2711平方メートルを、慶応義塾に売却。宮廷には、慶応義塾大学綱町研究所が置かれ、後に、 慶応義塾大学アジア研究所が創設されると、施設のすべてがそれに充てられた。昭和20年の空襲で、建物のほぼ半分を失い、翌年のアジア研究所廃止後は、職員住居に充てられたが、昭和26年から、慶応義塾女子高等学校となった。邸宅売却後は、実刑、家里公爵家が構える駄田谷本邸の別棟で、暮らした。なお、里高は、 昭和12年頃から徳川義地に加算の整理を相談し、債務の返済には成功。その一環として昭和13年4月、屏風などの家宝の売り立てを行った。昭和16年生居、万75歳没。家族として主に宮中で活躍。自住長に就任。金言な性格で知られる。野球に熱中し、 三田綱町の邸宅の庭園や木山を壊して潜水を埋め運動場を造成した野球クラブを組織。この運動場で新橋アスレチッククラブと対戦したと言われる。ありがとうございます。